はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの竹原直樹です。今日は偏差値65への算数、今日もね、割合系のものをやってみましょう。この中学受験さくららチャンネルは、中学受験の全教科、全科目、全単元をいつでもどこでも何度でもをコンセプトに作っているチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価ね。応援したいなと思ったらね、メンバーシップもお願いします。さあ、では早速やってみましょう。立教池袋中の問題。ある年の2月から5月までのそれぞれの月に降った雨や雪の量を調べました。さあ、2、3、4、5と降った雨や雪のこれ降水量ですね。さあ、2月と3月の降水量の比は 2対3だと。5月の降水量は3月の降水量の 2.2 倍だと。で、そして4月の降水量は2月から5月の降水量の合計の 26% でした。ね。さあ、問題やる前にもう一度ちょっと条件整理しましょう。さあ、ある年の2月から5月までのそれぞれに月の降った雨や雪の量、そして2月3月の降水量の比は2対3ね。ここ埋まってないけれども2対3なんだと。そして5月の降水量は3月の降水量の 2.2 倍。さあ、5月は3月の 2.2 倍。だから、それにさらに 2.2 倍をしたものです。ね。そうだとすると、これ 3×2.2 をしとくと、ね、3×2.2 は 6.6 ですね。簡単にする前の比は、だから2月と3月と5月は2対3対 6.6 なんです。4月だけ 150.8 ミリって分かってるわけです。で、4月の降水量は2月から5月からの降水量の合計の 26%。 さあ、この150.8ね、4月の150.8っていうのは全体の 26% なんだと。じゃあ、その上で1番、2月3月5月の降水量の比は何対何対なんですか。さあ、これ2月と3月はね、これ2対3なわけですよね。2対3で、5月の降水量はね、3月の降水量の 2.2 倍ですから、6.6なわけです。つまり、2月対3月対6、5月か。5月は まずは、これ2対3対6.6なわけです。で、これではちょっとまずいですから、簡単にすると20対30対まず66、10倍しますね。ただ2で割ります。10対15対33ですね。で、もう簡単にできませんね、これ以上ね。ですから、これは答えとしては、2月と対3月対5月は10対15対33ってことになる。さあ、じゃあ今度5月の降水量は何ミリですということなんだね。ただ、これどういうふうにやればわかるかっていうと、ここね、4月の降水量は2月から5月の降水量の合計の26%。これ150.8ミリは全体の26%なんだと。全体の26%が5月の降水量。150.8ミリですから、全体かける0.26が150.8だ。全体は150.8割る0.26ですね。まず5かな。で、ここが8。まあ、ぴったりだね。580。だ、全体が580ミリだけ。2、3、4、5とね、合わせて580ミリだ。さあ、しかし、これ2対3対6、これね、
2対3対、これ、10対15対33というのは、こことこことここだけですから、ね、まずこれ 150.8 引かなければいけません。580引く 150.8 は、429.2 ミリ。だから2月3月5月で全部で429.2ミリなんですよ。でそして出すのは5月ですから、5月は10対15対33なわけです。10ね、429.2ミリを10対15対33に分けたうちの33の方ですから、429.2×10+15+33/33ですね。全部足してそれ分の33。さあそうすると、さあ10分の4292ですね。429.2ってね。でかけるかける、さあ足すと25、58分の33。さあこれ4292を58で割れるのかな。429258ね、7派56 7535 46 3232。さあこれ4でできるね。4派32232。さあこれ58と4292約分できるんです。74で、 74×33 が437322222442。10分の2442ですから 244.2 ミリ、ね、これが5月 244.2 ミリ、244.2ミリメートルが5月の降水量だと。で問題文しっかり読んでね、しっかり答え出すっていう問題ですね。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップもお願いします。では今日はここまでにしましょう。